バルー、来てくれ。話したいことがある。話、まだ何かあるのか。さあ話せよ、バギーラ。バルー、人間の子はやはり人間の村に連れて行くべきだ。ジャングルはあの子には向かんよ。俺はジャングルで育ったら立派に育ったろ。ああ、自分を見てみろ。その目は何だ。おや、見事にやられたもんだ。ああ、正直言って見られた顔じゃないね。だがそういう君だって自慢できるほどの顔じゃないぜ。おぶん、ひどい。バルー、あのモグリを君の養子にするのは無理だよ。なぜだ。なんと言ったらいいかな。あ、バルー、よく言うだろ、カエルの子はカエル。君もヒョウとは結婚すまい。どうかな。今までヒョウに申し込まれたことがないんでね。バルー、いいか、これは真面目な話なんだぞ。おい、心配するな、バギーラ。ちゃんと面倒見るから安心しろ。おお、それじゃ猿にさらわれたのはどういうわけだ。一度ぐらい失敗もある。その一度が命取りだ。それにも一つ、いつか必ずモグリがシアカーンと会う日がやってくる。あの虎か。それがどう関係ある。奴が人間を憎んでるのは君も知ってるだろう。奴は人間の鉄砲と火が怖いんだ。でもモグリはそんなもの持っちゃいないぜ。持つようになってからじゃ遅いんだよ。奴はモグリをまだ小さいうちに片付けるのさ。あっという間にガブッと。じゃあどうすればいいんだ。あの子のためを考えろ。わかった、何でも君の言う通りにするよ。よし、ではモグリを人間の村へ連れて行くんだ。おい、本気か。俺はジャングルに置いてやると約束しちまったんだ。つまり問題はそこさ。君と一緒にいる限りあの子は危険から逃れられん。だから君の口から。なんで俺が。それは俺が言っても聞かないからさ。俺はあの子が好きだ。実の子みたいにな。だったらなおのことモグリのためを考えろ。ああ、しかしせめて朝まで待ってくれよ。もう朝だよ、バルー。話せ、バルー。